2013年春、村上春樹の3年ぶりの長編小説が発売され、大きな注目を集めました。差し色が可愛いですね。今や村上春樹の人気は海外にも広がっています。作品は40以上の言語に翻訳され、世界中で愛読されています。国境や文化の違いを超えて人々を引きつける村上文学、その魅力は一体どこにあるのでしょうか。ファンタジーなのに自然。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、世界各地を取材しました。さらに村上春樹の人気の秘密に迫るのはこの3人。芥川賞作家の綿谷りささん、高校生の時初めて村上文学を読んで以来影響を受けてきたといいます。綿谷さん自身の作品も海外で翻訳出版されています。フランス人の翻訳家コリーヌ・アトランさん、ダンスダンスダンスや海辺のカフカなど村上春樹の作品を10作以上フランス語に翻訳してきました。中身春樹を英語で読んだらどうなるか、そして日本文学が海外でどう読まれているかに詳しい東京大学教授の沼野光義さん、 NHK のラジオ講座英語で読む村上春樹の講師も務めています。世界中で読まれている村上春樹、その人気の秘密に迫ります。村上春樹の作品にたびたび登場する井戸、心の奥底への入り口を表す重要なモチーフです。私たちも井戸のように奥の深い村上作品の魅力を探っていくことにしましょう。ここにあるのは村上春樹の、ね、世界中で翻訳された翻訳なんですね。国境を越えて広く世界中で読まれている村上春樹、40カ国語以上に訳されているそうなんですけども、どうしてそんなに世界中で読まれているのか、その魅力の秘密、人気の秘密をこれから考えてみたいと思うんですけど、このテーブルの上にはノルウェーの森だけが集められてるんですね。ノルウェーの森だけでこれだけあるんですね。どうですかこれ。それはフランス語訳ですか。そうですね。これはなんかどういうタイトルですか。ラバラード・ドゥ・ランポッシブルは不可能のバラードという意味ですが、タイトル訳し変えちゃってるんですね。そうですね。なんかノルウェーの森そのまま、またビートルズの曲なので英語にすれば、フランス人はあまり英語のタイトルとか昔はあまり好まなかったので、でまたビートルズの曲だとピンとこないと思うので。そうですね。日本の小説がなんでビートルズの曲なんだということですね。本当いろんな題名がある中で、私唯一この面白いなと思って東京ブルースって書いてあって。そうですね、東京ブルースですね。これはどこの。これスペイン語訳みたいですね。スペインの、面白いですね。どうですか、そうなっちゃったら、ノルウェーの森がそうなってしまったら。確かに東京が舞台なんですけれども、なんかこうイメージではちょっと大きくくくりすぎっていうか、早稲田のこう場所が東京の中のいろいろあるんで、でやっぱり日本人だと思ってしまうんですけど、外国だと東京ブルースって言った方が日本の作品って伝わりやすいのかな。どうでしょうね、芥川さんどうですか。はい、東京があるのがすごくいいと思いますけれども、そのノルウェーの森フランス語版出た頃は日本はそれほど流行とかではなかったので、逆にフランス語でその不可能のバラードというと、その不可能ななんかラブストーリーにアクセントをつけるんですね。だから東京よりもその内容のね、その
ここにあるのはそれでね、ドイツ語訳なんですけどね、これあのナオコスレッヘルンっていうドイツ語なんですけど、ナオコの微笑みっていうんですね、その意味はですね。だからこれもまた全然違う訳し方をしてましてね、ですから出版社とか編集者一生懸命考えてどういうタイトルにしたら受け入れられるかって、そういうその結果が各国ごとに違ってしまったということですね。これは非常に面白いですね。まあこれほど世界中に翻訳されてね、読まれている村上春樹、あのこの人気が出始めたっていうのはだいたい1990年代になってからだと思いますけども、翻訳ラッシュというふうな状態、それぞれのいろんな国で起こりました。それで結局もうこれは国境を越えて、言語を越えて、文化を越えて、それからおそらく国によっていろいろだと思いますけど、若い人も読めば、まあ年配の人も読む、世代も超えてね、広く読まれているこの村上春樹の世界的な人気、まあ越境していく村上春樹の人気、その秘密はどこにあるのか、どうしてそんなに評価されて読まれているのか、その秘密をですね、これから解き明かしていきたいというふうに思います。世界中から人々が集まり、さまざまな文化が混じり合う国際都市ニューヨーク。書店では村上春樹の作品だけを集めたコーナーが設けられています。外国人作家の中でも特に人気が高く、英語に翻訳されたものは30作以上。春樹村上という名の日系アメリカ人が英語で書いたと思っている人もいるそうです。Murakami always does really well for us, for our customers. People are definitely interested in reading all of his books, really. インターネット上には春樹ファンが交流するホームページが次々と誕生。そこで知り合ったファン同士の読書会も盛んに開かれています。この日集まったのは、国際都市ニューヨークらしく韓国系やインド系など多彩な顔ぶれです。 The topics of his writing, I think, any type of modern society that's gone through changes, environment and life existence, it would connect with. Themes, many universal themes that he was talking about that I think made it more than just a Japanese book or a book by a Japanese author.Murakami's my favorite writer because he is interesting that, you know, there's not an answer for everything or there's multiple answers for many different things. アメリカでの春樹人気のきっかけとなったのは、今から20年ほど前、文芸誌に作品が掲載されたことでした。短編小説「象の消滅」。象が檻から一夜にして消滅するという不条理な出来事を描いた初期の傑作です。その後、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドや海辺のカフカ、神の子供たちは皆踊るなど代表作が次々と英訳されてきました。ファンの楽しみ方は文学というジャンルを超えて広がっています。村上春樹の作品に音楽を組み合わせた朗読劇です。取り上げたのはネジ巻き鳥クロニクル。作品に登場する音楽をピアノで伴奏しながら朗読を味わいます。 The wind-up bird no longer cried. The night was so silent it almost hurt the boy's ears. But this is a dream, the boy thoughtI know this is a dream, so what happened before was not a dream. It really, really happened. I can tell the difference between the two. Well, I thought they created something so unbelievably special. I thought it was really, really like riveting, you know, like really kind of like very emotional stories, very dark. We noticed that a lot of the sentence structures were followed like an arc. That musical phrase always has like a beginning and it swells and it...
さらに村上春樹の作品からインスピレーションを受け曲を作っている人もいます。We're going to play one of two pieces I wrote dedicated to the Japanese author Haruki Murakami, and this is creatively titled Haruki 1.オーストラリア出身のミュージシャンデズモンド・ホワイトさん。村上作品に登場する主人公といとこの少年の奇妙な会話をリズムの揺らぎで表現したといいます。 You know, the only discovery I had was that for some reason people relate to that song a lot more than many of my other songs. Yeah, just something about that song, everyone, whenever I perform it, everyone's like, it's a great, you know, such aastrange song and I really like it, and that doesn't happen very often, so. 世界の人々を虜にする村上春樹の文学、その人気は国境を越え、さらに文学というジャンルを超えて広がっています。今あのニューヨークで村上春樹がどういうふうに受容されて、いろんなジャンルで楽しまれてるってことが分かったんですけど、野谷さんいかがですか、今のご覧になって。そうですね、すごく感情表現が豊かな形で表現されていてちょっと驚いたんですけど、あの一番心に残っているのはピアノと、やっぱりこのみんなで分け合うっていう気持ちがすごくあるなと思って、こう読むという行為だけにとどまらへんよ、とどまらないような多様性を秘めてるんだなって、ちょっといろんな国の人たちの楽しみ方を見て感じました、うん、どうですか。さて、まあ、今はニューヨークを見ていただいたんですけど、世界各地で他でどんなふうに村上春樹が人気があって、どんなふうに受容されているかってことを、もう少し広げて考えてみたいんですけど、アットランさん、ヨーロッパでというかフランスではというか、どんな受容のされ方ですか。やっぱり本を読むということは中心ですか、フランスでは。そうですね、まあ、どんな、ね、書店にでもその村上春樹さんの、ね、本が展示、特別に1984が出た時はもうすごかったんですよ。もう本当にどんな書店にでも、そのまたその表紙もね、すごくそのまま1984と大きな文字で書いて、でフランス人の読者もみんな、まあ、読む前にもね、どんな本でしょうかねとちょっと思って、うん、で本当にどこでもその駅のね、なんか駅のなんか本屋さんにも書店でも、なんか電車に乗る前のね、スリラー買って読むんでしょう、まあ、フランス人はね、ちょっと長い電車の旅だと。でその1984も売ってましたので、これからもう本当にもう一般の読者でももう誰でももう読めるようになったなと。びっくりしました、まあ、確かに村上春樹の本って世界中のね、どこの空港に行ってもどこのキオスクに行ってもあるという感じですね、うんうん、ロシアではですね、今ここにあるんですが、村上っていうね、ロックバンド、まあ、ポップスというか割と軽いノリの、でもすごい楽しい音楽なんですけど、グループの、ま、名前がこれロシア語ですけどね、村上って書いてあるんですね、そういうバンドまで出ているし、ロシアのロックのヒット曲の中には、これは別のバンドの曲なんですけどね、春樹が私たちのことを書いてくれるなんて歌詞があるんですね。だからそこまでなんていうんですか、親しまれている。しかも春樹が書いてくれるってことは、自分たちと、まあ、いわば同じ、ね、土俵の上、同じ地面の上にいる作家だという身近な感じが、ね、あると、そういう風な読まれ方をしているというのも非常に面白いなと思いますけどね。まあ、そこでやっぱりちょっと疑問になるのはですね、まあ、なんでこんなに村上春樹が人気があるのかってことなんですけど、もちろん日本には他にも優れた作家いっぱいいますし、綿谷さんも今翻訳されてどんどん読まれるようになってるんですけども、それにしても村上の人気って本当に、まあ、ダントツって言いますかね、本当世界中40カ国語以上に訳されてますけど、その魅力の秘密っていうか、まあ、なぜこんなに人気があるんでしょうね。ヨーロッパの人にとっては村上ってどうなんでしょう。
もう1990年代に翻訳してた頃はもう本当にみんなになんかこれはすごく読むべきですごく面白い本ですと勧めても名前は作家の名前は日本人の名前なのでみんなまあ日本文学は純文学とかすごくなんか難しい文学というイメージがあったのでその名前だけでちょっと控えてたんですね。この2000年超えてからその日本のことを何でもねなんかまあ日本の日本料理から日本漫画アニメとかまで日本への旅とかすごくなんか流行中というか流行るようになったのでもうそういう日本作家は日本人の名前だったら逆に読みたいというね、うん、なるほどね。つまりそれ以前の、日本の作家でも、まあ、国際的に読まれた人っていうのは、まあ、川端康成と谷崎潤一郎とか、三島由紀夫もそうですね。でそういった人たちっていうのはやっぱり非常に優れた作家だと思いますし、日本的なテーマがまた深いんですがちょっととっつきにくいというかねやっぱりちょっと難しいってことがあったんでしょうかね、うん、ヨーロッパの人にとっては。そうです今でもありますのね。だからつまり今でも谷崎とか川端とか読む読者はエリートというか特別に日本に対して興味を持っている読者ですね。でも村上春樹を読むのが本当に誰でもと言ってはおかしいかもしれませんけれども本当に特別になんか日本に興味がなくてもみんなその話題になっている本読みたいところもありますしで本当になんか説明できないところもあると思いますのね。その1984が出版フランス語版ね出た時に、みんなその雑誌とか新聞の秘書によくねなんか催眠的タイトルは催眠的ですとかでまた内容もなんか催眠的そのという言葉もみんな繰り返してたので本当になんかどっかで催眠的じゃないかなと私が思うんですけれどもね。綿谷さんはどうですか自分でも小説を書く作家としての立場から見て村上さんの小説のどこがこんなに海外で、受ける要素があると思いますか。他の日本の文学とやっぱり村上さんって何か違うんでしょうかね。イメージがすごく普遍的なところがありつつでも見たことのない世界を描き出しているところがやはり違うなっていうのは思ってこうシンプルなんですよね世界観というか描写無駄なものを全て省いてイメージを想起させる言葉が散りばめられているので、はい、そうなるとこう言語とか世界を超えてみんなの頭の中に思い浮かびやすい小説が多いんじゃないかな。よく動物園とかが出てくるんですけれども、はいはい、その動物園も、まあ、もちろん世界中にありますしその動物園のちょっと寂しい感じとか一体動物は何考えてるんだろうとか嵐の時はどうしてるんだろうとかその着眼点がやっぱりただの日常を切り取ってるだけじゃなくてこう想像すればするほどなんかこうちょっと楽しくなるような日常を切り取っててそこから不思議な世界に連れて行ってくれるっていうのはやっぱり日本人だけに限らず世界中の人がすごくそのなんていうのか初めはすごいリラックスしてでだんだん入り込むっていう風な感じで催眠の術がちょっとあるんじゃないかなと思います。ね、催眠的というか催眠術的というかね、そういう感じですね。イメージをこう伝えるのがとっても、うまい文章だと思うんですよね、うん、はい。これまで、村上春樹の作品が世界中で広く読まれ需要されているということを見てきました、こういった世界での幅広い需要の中でも実は一番早かったのは台湾なんですね。台湾では1980年代の半ばに村上春樹の作品が世界に先駆けて翻訳されています。さてその台湾では今村上作品がどういうふうに受け止められているかそれについても取材した VTR がありますのでまずそれをご覧いただきたいと思います。10月台湾で村上春樹の新作色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年の出版発表会が開かれました。
読者代表として台湾の人気俳優に贈られたのは、日本から届けられた本人直筆のサイン本です。日本での出版からわずか半年での翻訳、台湾での村上人気の高さがうかがえます。至少我们现在销售已经超过10,000本了。其实它一上市的时候，很快的就冲到我们翻译小说排名的第一名。10代の若者から高齢者まで、村上作品は台湾の幅広い世代に読まれています。可以让我看到他有就是自己的哲理，然后可以让我思考就是有关其他有关人生的。一些事情，因为我会注意时尚圈，所以我还蛮喜欢他的设计，觉得他很有头脑。台湾での春樹人気、そのきっかけになった作品があります。50万部以上のベストセラーとなったノルウェーの森。1987年の日本での出版後、間もなく台湾でも翻訳されました。このラブストーリーに登場する東京の若者の都会的な生活は、当時の台湾で憧れの的になりました。小説のタイトルと同じ名前のホテルやレストランが次々と誕生し、ノルウェーの森現象と呼ばれました。中でもとりわけ人気を集めたのがカフェノルウェーの森。本格的なコーヒーを気軽に飲める店は当時珍しかったそうです。オーナーのヨ・エイカンさんも熱烈な春樹ファンでした。老板。今年47歳になったヨさん。30年近く前、ノルウェーの森を初めて読んだ時の衝撃は今も忘れられないと言います。就是以前台湾人写信，就关于信方面，其实除了很隐晦，还有他可以很轻松、很直接的去描写信方面的这些事情。然后，但这个就是对年轻人来讲也是非常有吸引力的。余さんがカフェノルウェーの森を開いたのは25歳の時。もともとジャズバーのマスターだった村上春樹に憧れ、開店を決めました。小説ノルウェーの森に描かれた東京のライフスタイルを再現した店は、やがて台湾の若者たちが集う最先端の流行スポットになりました。然后讲一个笑话，就是其实台湾很多人就是在20年前，就是因为看了村上春树小说，所以就是开始在家里煮意大利面，喜欢吃意大利面，然后喜欢吃 cheesecake 这种东西。那在就是村上春树流行之前，就是台湾人很少在家里煮意大利面。80年代の後半、台湾に瞬く間に広がった村上春樹人気。その第一世代の余さんを兄のように慕う人がいます。台湾の人気ロックバンドのリーダー、陳瑞凱さんです。大学で音楽活動を始めた陳さん、バンド仲間とともに余さんのカフェにしばしば足を運びました。陳さんは余さんから村上春樹が台湾に初めて紹介された頃の話を聞いて、自分の曲作りに生かしてきたといいます。老師吧、これは陳さんが村上春樹の作品からインスピレーションを受けて作った曲です。ちょっ
村上作品に登場する会話のようなラブソング。この曲は2010年台湾の音楽界で最も権威ある賞を受賞しました。其实大家我是战后婴儿潮台湾最年数目最大的一代嘛，就是 那个时候的青少年，其实大家都因为喜欢村上春树发展的文艺青年的，但是村上春树让我觉得我不是在看一个外国的作品，就是作为一个台湾人，我很像在看一个跟我成长背景有关系的，而且我可以模仿的一个作品。こちらは台北の中心部にあるカフェ、海辺のカフカ。先輩の予算から受けた影響を下の世代にも伝えたい、そう考えた陳さんが作ったお店です。若者たちが気軽に村上文学に触れられるよう、店内には全ての作品を揃えました。小説に登場する料理も食べられます。こちらはダンスダンスダンスに登場するサーモンサンドイッチ、そしてネジ巻き鳥クロニクルに出てくるトマトスパゲティ。村上ワールドを舌でも楽しんでもらおうというのです。学生街にある店には若い春樹ファンがしばしば訪れます。就是我看到有些文字如果觉得有共鸣的话我就会把它画下来。看的时候通常会把一些在书里面读到很有感觉的句子会抄下来，像是这个样子。那可能在抄的时候也就记录下自己在看书当时的感觉，那日后再回来看到自己抄下的句子就可以记得当初自己是用什么样的心情在看这本书。さらにこんな若者も。甚至有时候我创作的时候会把它使用在我的诗句里面，因为我有在创作现代诗。書いた詩をインターネットで公開し、友達に読んでもらっているそうです。オーナーの陳さんも店に集まる若者たちとの会話を楽しみにしています。所以九零年代刚开始有蓝小说的时候，我刚好在念大学，就是很黄金的时候，18到22岁的那个时候，我刚好在念大学，所以那个时候大概94年念大学，94年刚出生2-3岁的时候，所以也是从那时候就开始看的，就接触到我。我们大家就都好喜欢，好喜欢。然后我在淡江念书，在淡江。我觉得村上春树的小说，就是我也离家了，就村上春树的小说，但我们觉得有离家的那个节奏感，就走在外面，然后谈恋爱，然后看夕阳。台湾で村上春樹が初めて翻訳されて間もなく30年。村上春樹の作品は世代を超えて読み継がれています。はい、今台湾での取材のですね VTR 見ていただきましたが、まあ、ちょうど田崎作と彼の巡礼の年という作品が出たばかりで、なかなか熱狂ぶり、まあ、それだけじゃなくても実は台湾では古くからの読者がいて3世代にもわたるような需要というのはあるわけですね。それでカフェがあったりとか、まあ、なかなかなんていうかすごく愛されてるなって感じがしましたが、あのアトランさんどうですか、ああいうのを見てどういう感想をお持ちですか。そうですね、私は台北行ったことないのでまず驚いたのはなんか風景、街の風景とか日本と似てるなと思いましたし、でまたその本の小説の表紙とかも日本と同じような表紙にしたのがそれも面白いなと思いました。やっぱりなんか東アジアとしての共通性っていうのが感じられるような気がしますね。それから昔から好きだって人がかなりいるというところも。ああそうですね。渡谷さんどうですか、今の VTR 見て。台湾の人がこう俳優の方が宣伝されてたみたいなんですけど、あんな風に記者会見が開かれてまるで新しく封切りになった映画みたいに、ね、新刊が発表されてる、日本
本ではそういうのはないですよね。まあどうですか、そのうち綿谷さんの小説もああいうのをやったら。いやいや、あとはあの文章を写してる子たち、あの線を引いて自分の気に入った言葉をメモに取っているっていうのは、何かその作業として懐かしいようなあの思いがあって、そのこう手作業で自分の好きな言葉をこう 本の文章をタグってそれを書き写すっていうのは、なんか私もやってみたくなりましたね。ああいう風にして文章自体に書き写すことでもう一回触れるっていうのは、なんかやってみたくなりました。でもその書き写すっていうのはやっぱり本当に自分に近しいものだという感覚があるからできると思うんですね。それでやはりまあ台湾の様子見てると同じ文化圏だなって思うようなところがあって、まあなんとなく我々から見るとちょっと懐かしいなというふうなところもあって、まあしかし何といってもノルウェーの森という作品がね、台湾ではやはり非常に人気が高いようなんですが、まあこの作品の魅力どう考えたらいいのかということですが、あの綿谷さんはやっぱりこの作品がとても好きなんですよね。はい、すごくこう他の村上さんの作品に比べても生々しいというか、こうこれ以上書いたらもしかしたらあの文学的じゃなくなるかもとか、 あと反感を買う人が出てくるかもっていうようなところも、もうこれを書かなければいけないんだっていうような、はい、そういう強い意志というか、あのすごく鮮やかな心の痛みみたいなものも出てて、で読むたびに世界に引きずり込まれますね。そうですか。あの実はですね、韓国においてもノルウェーの森って、すごく人気が高くて、この作品が出たことによって韓国における現代日本文学の需要がもう決定的に変わったと、でそれくらい人気も高い作品なんですね。でどうもですね、東アジアではノルウェーの森の人気が抜群に高いみたいなんですが、あのアトランさん、これヨーロッパではちょっと違うみたいな感じがするんですが、どうでしょうかね。そうですね、なんか村上作品の中で多分ノルウェーの森というのがファンタジーの世界があまりないので、あこれだけ村上春樹らしくないというか、この作品だけちょっと村上の世界とまたちょっと別の世界に属してるみたいな感じしますという読者結構いますのね。村上春樹のファンの人たちでも、あのノルウェーの森っていうのはすごく他のと毛色が違うので、あれが好きっていうことで、村上春樹全体の作品が好きなのかどうかっていうふうな感じで一瞬なんか、あのえそれが一番好きなのっていう雰囲気になるんですけどでもなんかこう全然違うように見てやっぱ共通してるんで、違うところはやっぱりむき出しにしてるところ、死とか生とか、そういうものをあのむき出しにしてるところが何ですかね、アジアの人にもこう伝わってるのかなって思います。またノルウェーの森というのはその大学生の世界なので、多分そのまあ日本と台湾と韓国もその大学生の世界でちょっと共通点があるんではないですか。で例えばフランスの学生、大学生の雰囲気とか結構違うので、その作品はまあね、アジアほどに理解できなかったじゃないかな、そういうところもあるかもしれませんね。しかしあれ日本でも爆発的な記録的なベストセラーになったわけで、ですから日本、韓国、台湾というのはもうノルウェーの森が圧倒的に人気高いわけですね。でそれに対して先ほどアトラさんちょっと言われましたけど、ヨーロッパではファンタジー的な要素の強い方の系統の作品、まあ、羊をめぐる冒険に始まる系譜ですね、それの方がどちらかというと好まれて読まれている、まあ、そうするとあの中国文学者の藤井正蔵さんって人は言ってるんですけども、あのなかなか面白い見方なんですけども、東アジアでは、森が高くて羊が低い、森高羊低いというか何て読むんでしょうかね、そういう言い方をしていて、でヨーロッパは逆だっていうんですね、つまり、羊が高くて森が低い。
村上春樹の作品には大きく分けて2つの系統があります。ノルウェーの森に代表されるリアリズム的な作品、そして羊をめぐる冒険に代表されるファンタジー的な要素が強い作品です。一般的な傾向としてアジアではノルウェーの森の人気が高いと言われ、一方欧米では羊をめぐる冒険の人気が高いとされています。このように人気のある作品は地域によって違うようです。いずれにしても村上作品っていうのは国を超えて言語を超えて読まれているだけでなくて、世代を超えてといいますかね、何世代にもわたって今読み継がれている、もうそれだけの歴史があると思うんですが、どうでしょう、アトランさん、フランスでは若い世代もかなり年配の世代もいろんな世代がやっぱり読んでると言えるんですか。そうですね、確かにいろんな世代が読んでますね、90年代の初めからフランス語に翻訳されているので、その時代から、その時代は多分主人公と同じように30世代の、ね、人たちはずっと今まで読んでますので、つまり今は50歳とか60歳に向かっている、ね、世代ですし、でそれ以外に、最近2000年以降なんか村上春樹の作品を発見した、ね、読者もいて、30歳今の、ね、現代の30歳の世代も多いと思います。たった今アトランさんがフランスにおける村上春樹の読まれ方、それについて少しお話しくださいましたが、実際に今フランスでですね、どういうふうになっているか、どういうふうに読まれているかということも、実は取材してきましたということで、その取材の VTR をご覧いただきたいと思います。文化や芸術を大切にする国フランス、今空前の日本ブームが起こっています。漫画やコスプレが若者たちを中心に人気を集めているのです。おはようございます。Bonjour de Paris。 そんな漫画ファンの一人、大学生のピエランジェラ・ボジャールさんです。漫画を原文で読めるようになりたいと日本語を学び始めました。将来は日本でプロの漫画家になるのが夢です。Je des manga. Alors ça c'est Black Butler. 日本語で黒執事です。Et Kawabata. 漱石、夏目漱石。ハルキ村上。両親からプレゼントされたのをきっかけに読み始めた村上作品、今では日本文学の中で一番のお気に入りになったといいます。Moi, personnellement, je trouve toujours que les livres ont un commun avec les mangas. C'est les livres ont une façon de transporter dans un monde imaginaire.Avec des mots, alors que les mangas transportent dans un monde imaginaire avec des dessins. En fait, c'est qu'une imagerie. La différence, c'est juste image et mots. ピエランジェラさんが通う大学の日本文学の授業です。日本ブームの影響で日本語を学ぶ学生はここ数年増えています。この日は世界の中の村上春樹というテーマで授業が行われました。souligner le côté cosmopolitain des romans de村上春樹。Ces romans pourraient se dérouler n'importe où dans le monde, et ça je crois que ça leur assure un public très large. L'univers des romans, il est à la fois très familier pour le lecteur occidental.Avec un environnement urbain interchangeable. Et il est aussi agréablement exotique, avec des éléments fantastiques. Alors,
村上文学は日本的かそれとも西洋的か、先生は学生たちに尋ねました。Oui, dans le style, enfin, si on regarde simplement, on voit qu'il y a des références musicales, cinématographiques sont assez occidentales. Même les comparaisons, à un moment dans Kafka sur le rivage, il décrit un personnage et donc il dit que son visage change de, oui, change selon la lumière. Et moi, j'ai tout de suite pensé au masque de nos japonais. Et en fait, Murakami le compare, lui, au masque de tragédie grecque. Donc là, je me suis dit, là, c'est vraiment occidental comme façon de penser. Ce genre de référence, on sent qu'il est imprégné de la culture occidentale. Justement, s'il a vécu longtemps là-bas, en Amérique, il y a des détails qu'on reconnaît en tant que lecteur occidental. Mais bon, ça reste un univers japonais. Occidental de Murakami qui fait que il a un poids européen ou américain. Je pense que le fait d'être japonais en soi fait que c'est différent, parce que quand on est japonais, on est forcément différent que de quand on est occidental, quoi. Donc ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît chez Murakami, si vous pouvez le résumer en un mot ou quelques mots en japonais。最後に学生たちは一人一人村上文学の特徴を発表しました。自己探索、その主人公が、社会とかある背景に囲まれて、それから脱出ようになります。より、世間から離れた世界を作りますから、そうだと思います。ファンタジーなのに自然、紛らわしい世界ですけど、人生を深くことです。両面性、parce qu'il y a toujours une ambivalence entre le réel et le fantastique。村上春樹が好きな若い読者というのは大体同時に、ジブリのアニメが好きなんですね。で、そのジブリのアニメに探しているファンタジー的な、まあ、癒しを今度はまた村上春樹の小説にも同じような、内容、まあ、気持ちを探しているんではないかというふうに思いますよね。2年前フランスの雑誌で世界の偉大な作家10人のうちの1人に選ばれた村上春樹。一般の文学ファンだけでなく、専門家からも注目されています。村上春樹の作風から大きな影響を受けたという作家も現れました。Monde étrange, monde étrange. パリを拠点に活動するクリスティーヌ・モンタルベッティさんです。彼女のように村上文学に影響を受けた作家を指す村上庵という言葉も生まれました。ヨーロッパの優れた短編を集めた作品集にも選ばれたモンタルベッティさんの作品、有名作家と朝食を。主人公の女性が村上春樹とホテルで朝食をとる架空のシーンが描かれています。Haruki, indifférent à l'imminence de cette attaque, dont je sentais bien pourtant qu'elle sourdait, continuait de s'en donner à cœur joie avec les algues nourries. Nous étions assis l'un en face de l'autre, au point que nos genoux auraient pu se toucher, ou nos tibias peut-être, sous le coton de la nappe, qui masquait les côtés de la table. 現実と空想の描写が入り混じった西洋にはない不思議な世界観、それが春樹の作風に惹かれる一番の理由だといいます。Mizuki qui a un peu résumé ces histoires de yokai, donc j'avais acheté le 妖怪と人間が隣り合わせで共存する日本古来の精神世界、村上作品にも通じるものがあるとモンタルベッティさんは感じています。
comme ça, j'ai l'impression que les mondes de Murakami sont peut-être moins franchement dessinés que ceux des estampes qui sont assez formalisés, enfin les paysages sont assez formalisés. Mais peut-être qu'ils sont les héritiers aussi de tous les contes fantastiques japonais, les histoires de yokai. Manga, anime, そして妖怪本のような現実と空想の境界を行き来する大人のおとぎ話。フランスの人たちは村上文学の中にそんな日本らしさを見出しているようです。あの渡谷さんは最近フランスのサロン・ド・リーブルっていうあの、まあ、ブックフェアというか、そういう大きな本をめぐる国際的な催し物に招待されてね、日本代表の一人として行かれたと思いますが、あのその時フランスで の, その読書の在り方についてもいろいろ見てこられたと思いますけども、今の VTR を見てそれと合わせて何か感想ありますか？はい、そのブックフェアではあの世界各国の、本のブースがあって、でも中でも日本のブースはその漫画とあの小説両方とも入っていて、それを見るとすごくあの壁なく文化が伝わってるなって。であと私がその日本の作家がいっぱい行ってるんですけど、サイン会みたいなものをブースでさせてもらうんですけど、内容はそのこういう内容の本ですっていう風な紹介の垂れ幕とかがなくても、じゃあこういうものをあの日本の小説も読んでみようかっていうような形で、内容が分からなくても興味を持ったら買って読んでみるっていうフランスの人たちがとても多かったので、それはもう年齢関わらずそういう風に手気軽に手を取って、あの日本、私は結構海外小説だとどういう話なのかとかとっつきやすいのかとかすごく知りたく、知ってから書いたくなるんですけど、フランスの人たちはもう前情報もなくてもあの異文化に触れてみようっていうような、その気軽さっていうのにすごく驚いたなっていうのがあって、それはさっきの VTR を見ても感じて、あの学生たちのその村上春樹の作品に対して感じる感想みたいなものも壁がない、その外国の文学として読んでないというか。フランスという国はですね、私の知る限りの現代日本文学の紹介では、まあ、世界のひょっとしたらトップじゃないかと思うんですね。つまり他にも例えば小川陽子さんの作品もほとんど全部翻訳されてるし、現代日本文学の翻訳の量は多分フランスが英語圏よりも多いんじゃないですか？そうですね、まあ、あの英語圏よりも、まあ、あのフランスではもう本当にいっぱい翻訳されてますよね。うん、小川陽子と、まあ、例えばあのつい最近あの高橋源四郎の作品とか、確かにヨーロッパでは一番ね、たくさんの翻訳が出てるのがフランス、ね、あの村上春樹の文学が世界のいろいろな人々に読まれ人気がある、その理由考えてみますとね、先ほど VTR でも見ましたけど、台湾の場合は村上文学における何かちょっと、西欧的あるいは都会的な要素がまあかっこいいというかね、そういうところがあってみんなが惹かれるという面があるというふうな感じがしました。フランスの人々にとって村上春樹の作品が魅力があるとしたら、やっぱりどういうところにその理由があるんでしょうかね？そうですね、まあ、フランスは、まあ、あのデカルトの国で、すごくあの、あの論理的に何かものを考える国ですし、でまた最初は村上春樹の作品の中ですごくなんか日常生活がなんか普通になんか出てきて、で急にまたなんかあの非現実の世界とかになったりあのしていくのと、だからちょっと本当になんかもう様相もできないなんかあの方向へなんか発展したりとかするのが、それは、まあ、あのフランス人はとても面白いと思いますし、でまた何と言いますかね、その作品の背景にある、ね、その考え方は、つまり、まあ、フランス人はデカルトの国で、また背景文化的に
的な背景としてはそのキリスト教ですの で多分村上春樹の作品の背景に感じフランス人の読者が感じるのがその仏教的な文化というか文明というか、だから例えばその村上の作品の中で、例えば 100% がいいとか 100% が悪いとか、だからその黒と白 のはっきりした区別がなくて、だからつまりまた引用 の考え方にも、ね、通用していると思いますけれども、それは一般的にフランス人が慣れてないですね。村上 の世界ではまあ何もかもなんか曖昧で、いいことがあればその中にも悪いこと入ってきていますし、でその曖昧さとまたねそれをつまりその二元論といいますか、二元論を超えようとしてるそういうまあとにかくフランス人から見ると文化的な考えに見えるんですね。つまりそれを超えたとしたらそれはまあ悟りの世界とか、また何もかもなんか空になってるとか、そのまあなんかね空白に関して日本村上の作品にも結構出てくるんじゃないですか。まあ有名な場面ですけど、そのなんかドーナツ の真ん中の空白の話とか。村上春樹の作品に時折登場するドーナツ、羊をめぐる冒険の中にもこんな一節があります。ドーナツの穴を空白として捉えるか、あるいは存在として捉えるかはあくまで形而上的な問題であって、それでドーナツの味が少しなりとも変わるわけではないのだ。まあすごく分かりやすいメタフォーとかで、でも結局現代的で分かりやすくて、でも結局その伝えようとしてるのがすごく哲学的というか、うん、仏教的な、うん、ところだったとね、まあ、私自身もそれを読んでいると、翻訳しているとそういうところを感じますけれども、それはでも聞いて初めてそういうところが日本的な文化の要素なんだなっていうのは、日本の小説で私が読んでて感じるのはやっぱり陰影が濃かったり、あとそのそれこそ曖昧なところが多かったり、あとちょっと悩み癖があるっていうか、苦悩の部分が大きかったりっていうイメージがあって、それが村上作品にはないので、日本的なところはないって思ってて、それでさっきドーナツのお話していただきましたけど、なんか感覚で言えばもうドーナツっていう、ところに着目するところがすでにその日本っぽくないっていうか、それでなんていうのかな、ドーナツに込められてる日本的な考え方を描いているっていうのに、なんていうか馴染みすぎてるのか、その考え方無があるっていうところが、ね、見えずに来たなっていうのは今のお話で思いました、うんうん、すごい面白い話だと今聞いてて思ったんですけど、そのドーナツの、ね、中の真空無ってのはね、考えてみたら東洋と西洋の思想を合わせたような、う、まあ、ドーナツっていうのはねヨーロッパ的というかアメリカ的なものですよね。でそこの中の無っていうのはね、アトランさんが言ったように仏教的あるいはまあ禅の思想に通ずるようなものですよね。だからドーナツのそのイメージの中に実は東洋思想と西洋のイメージが ね、両方合体しているというふうな感じしますね。そこはすごく面白いと思いました。それは多分村上春樹の天才ではないかと私が思いますのね、うん、結局その例えばそのドーナツのメタフォー、つまりアメリカから、ね、来たものとして現代文化のものから、すごくなんか昔からのね、なんか日本の考え方とか通じるので、それはすごいと思いますね、うん、世界が読む村上春樹をめぐる考察、いかがでしたか。最後に村上春樹の魅力を読み解くキーワードを書いていただきました。見せていただけますか。はい、はい、
解けない謎、はい、下に書いてあるのはフランス語ですね。フランス語でエニグム・インソリュブル、同じ意味ですね。はい、同じ意味です、はい、これは、村上作品にとってどういうことなんでしょうか。まず謎はね、この言葉で漢字で書くとまたその、なんか言葉とその迷路のとか迷子とか迷路で、その迷路というテーマもすごく村上春樹っぽいと思いましたの で確かに謎、どんな作品にでも謎がありますの、ね、でどうして解けない謎、にしたのか、フランス人から見るとその解決のない謎ですね。普通のフランス の作品と違って終わりがあって、ちゃんと最終的に何もかも分かる小説ではなく、謎のままで小説が終わってしまう。それはフランス人の読者はそのままただその謎を楽しんで村上春樹の作品を楽しんでいると思います。はい、ありがとうございます。それじゃあ綿谷さんはどういう言葉ですか。はいはい、人類共通の原風景、はい、今回村上作品が一体何を超えているのか、国境だけじゃなくて何を超えているのかって思った時に、一人一人の外国人とか日本人とか関係のない原風景、懐かしい世界を見たことがないけど知っている世界っていうのを書いているところがすごく魅力の秘訣なんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは私ですけれども、絶妙のブレンドということにしたいと思います。村上作品はどこまで日本的か、どこまでエキゾチックか、それからそれに対してどこまで普遍的か西洋的か、といった議論が今までもありましたけれども、やっぱり彼の作品の魅力というのはこの両者がですね、絶妙のブレンドで結びついて溶け合っていると、そういうことではないかと思います。ということで、このブレンドの仕方がまあやっぱり天才的なんじゃないかなというふうに私は思います。この番組をご覧になっている皆様もですね、おそらくそれぞれ自分なりの魅力というものを村上作品に見出して、自分なりのキーワードっていうのが多分見つかるのではないかと思います。皆様にとってキーワードは何になるか、村上作品の魅力はどういうところにあるのか、ご自分でも考えていただけたらというふうに思います。はい、それでは今日はとても面白い話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。写的是节奏，就是这是我对村上春树小说最深刻的印象。就是我觉得，村上的书适合一个人来阅读，就是适合在夜晚的时候，然后慢慢的细细的品尝这样子。Voilà, je me montre. Mais généralement, il se demande ce qu'il y a de l'autre côté du mur sans y avoir accès. Et donc lui, c'est un homme seul.听风的歌，挪威的森林到 EQ84， 其实这也是很完整的一个历程。我觉得我也在经历这个历程，我甚至在模仿这个历程。